皆さんこんにちは。今回はですね、前回に引き続きスプラックスネットのプレイングサッカーの攻略を見ていきたいと思います。今回はフランスを使用します。はい、フランスのデフォルトのフォーメーションはこの形になってます。4-5-1ですね。フォワード、センターフォワード、ジルーで、5人でディフェンダー、これをまた前回説明した通り0バックシステムを採用します。はい、これですね。ディフェンダーのバランを、はい、ここに上げて、でも組んじゃうとこんな感じですね。はい、もうディフェンダー0にしちゃいます。これが前回説明した通りの0バックシステムですね。このゲームの攻略法になります。はい、これが目指すべき形ですね。はい、0バックにして、これがこのバラン、ポグバ、カンテが最終ラインということになります。0バックにすると何がいいかというのは前回説明した通りですね。特に今回は中盤6人、ここが非常に緊密なゾーンプレスを築けるので、敵のボール出しに効果的ですね。すぐボールを奪って敵の攻撃フェーズを減らして、こっちの攻撃の時間が増えると、そして大量得点につながるということですね。また0バックシステムのおかげというか、余った人員をフォワードに配置できるので、これ、4トップですね。リアルのサッカーではまずないですけど、フォワード4枚にできます。ウィング、現代サッカーの攻撃の要ですね。ウィング、特にエムバペが非常にトップスピードあって、攻撃のバリエーションとしてサイド突破が強力になります。で、さらにウィング両側を置いた上で中を2トップにできるということですね。これ、ジルー1人、1トップと2トップ。ジルー、ベンゼマだと、この2人の連携で攻撃のバリエーションが全然違ってきますね。ワントップよりもツートップ。で、ウィングも絡んでくると。これが最強のフォーメーションではないかと考えられていますね。今のところ。で、これ、中盤6人なんですけど、この形もありますね。こうなると、センターフォワードを2人置いて、トップ下を1人にする。まあでも、フランスの場合はこれでいいですね。これはもう、フランスにおいてはこのバラン、ポグバ、カンテのディフェンシブ能力が非常に高いので、このようにセンターフォワードで、センターミッドフィルターで、サポートしなくても大丈夫と。これで守備も機能するということですね。とりあえず動きを見ていきたいと思います。フランス非常に強いチームでワールドカップ優勝もしましたし、個々の能力が非常に高いので、まあ優勝候補ですね。またにとりあえずくさびをフォワードに入れてみますね。サイド、エムバペはもう走ってるんで、ここに入れちゃえば、はい、突破して、折り返して、あ、今、外れちゃいましたけど、点取れる形ですね、今のが。もう一回いきます。サイドに走ってるところに出して、はい、サイド突破ですね、これが。で、今また0バックなので、ポグバがこの位置でボールダッシュできて、またサイド崩したら、折り返して、はい、シュートまでいきます。で、コーナーキックなんですが、これ、相手の形によって攻撃変わりますね。これはもうショートコーナー対応できてないので、ここにあってます。で、クロスか、クロス、ファークロスですね、狙うべきは。ファークロス、ショートコーナーからファークロスが一つの形です。はい、もう一回サイドトッパーいきます。サイドトッパー、サイドえぐったら、こうマイナス気味のクロス上げて、ジルー、ヘディングあるんで、浮き球でも大丈夫ですね。はい。また、エムバペ走ってます。リベリでしたね。マイナスに上げて、ちょっと足りないけど。はい。今ちょっともたつきましたけど、サイド突破成功ですね。はい。また、ハイプレス。フォワード4枚いるんで、ハイプレス狙っていきます。で、奪ったら、まあ、一回下げますか。はい。またサイド突破を目指します。はい。走ってますね。ここを出して、折り返したらシュート。あら。取られちゃいましたか。はい。ポグパのハイプレス。あ、ちょっと足りないか。はい。バラン高い位置なんですぐチェックに行きますね。これ奪ったらもう、フォワードにやってますか。で、エムバペが走ってるので、はい。またサイド突破。同じパターンですけど。はい、折り返していって、マイナス気味に折り返していって、これリアルのサッカーで同じですね。必勝系、マイナスのクロスは必勝系ですね、もう。はい、
ここでどこでダッシュするかですけど、はい、取りましたね。で、もう一つ、ポグバのバリエーション、ミドルシュートありますね、これ。持ち込んだら、ミドルシュートと。はい、ポグバ、ミドルシュートがあるので、これも一つの攻撃ですね。のバリエーションですね。はい、また同じようにハイプレスで、取れるかな。取れたら、カウンター、カウンターですね、これも。あ、失敗。今のところ、サイドトップとポグバのミドルシュートという攻撃の2つのバリエーション。サイド突破からマイナスクロスですね。エムバペが早いけど、はい。またサイド、今度は逆に、浮き球で狙ってみますかね。ただ、ベンゼマヘディング弱いんで、ちょっとうまくいかないかもしれないですね。はい。ここで、ジルーに当てます。ヘディング、あ、ボールシュートですね。はい。またコーナーキック攻撃のバリエーション狙いますが、これもショートコーナー対応されているので、とにかく、空いてる人にパスしたいんですけど、空いてないので、もう一回下げるっていうのもありますね。で、ここで一回、隙を見て、ちょっとジルーが特徴的なフォワードで、動き出しがほとんどないので、うまくいかないですね、これ。ミドルシュートあります。ポグバーミドルシュートあると。はい。で、またハイプレスですね、目指すべき。で、奪ったら、空いてる人に当てて、ベンゼマまた持ち込めますね。ドリブルあるんで、ちょっと。はい。これも今、中央突破になりましたけど、ドリブルの中央突破ですね。はい。またハイプレスいきます。で、カウンターを見せたいんだけど、ちょっとうまくいかないですね。奪ったらカウンター。これカウンターになってますね。エムバペ空いてるんで。中央ちょっと見ますか。エムバペちょっとボールが足につかない時がありますね。早いけど。奪ったらもうカウンターで、ベンゼマここにいますか。はい。中央空いてますね。あ、ダメだ。ポグバ、ミドルシュートありますと。さっきからポグバのミドルシュートがすごい決まってますけど、有力な攻撃の一つですね。ポグバがいるだけでもう攻撃の一人でバリエーション一つ増やせると。ミドルシュートは非常に有効ですね、だから。はい。ちょっと上げてみますか、ここから。ファークロス、ジルを狙います。ヘディングで。あ、ダメですね。はい。またショートコーナー対応されているように見えますが、空いてますね、これ。で、はい。この形、惜しいですね。ショートコーナー非常に有力ですね。カウンター成功です、これは。ちょっとジルーがもたついてるけど、そうですね。はい。またショートコーナー入れました、今。こっちは空いてたらもうこれで出てます。このようにですね、今見せたのポグバのミドルシュート非常に炸裂しましたね。このキック95っていうのが、その要因ですね。はい。非常に遠くからでも、ロングシュートも入りますね。これ、ここまであれば。で、ジルーの特徴なんですけど、動き出しがほとんどないんですよね、センターフォワードに。これ完全にルカクタイプですね。ボディコンタクトとヘディングジャンプで。浮き球オンリーと言ってもいいかもしれません。クロス上げてヘディングで決めると。で、ベンゼマがまたちょっと動き出し、本来はもっとあるはずなんですけど、このゲームでは、低めに設定されてますね。どちらかというと、ボールたちで1回でかわして、シュートが非常にうまい、シュートをするタイプ。ベンゼマタイプですね。他にもっとスピードスタータイプとか、あと動き出しタイプですね、一番。点が入るのは。そういうセンターフォワードいますね。で、ウィングなんですけど、一番重要な能力はトップスピードですね、ここは。もう他が、ダメでもトップスピードさえあれば、攻撃崩せると。エムバペ非常に強力になります。って言って。で、エブラもちょっと、これはもともとウィングバックのサイドバックの選手なので、ディフェンス能力非常に高いんで、これ逆にハイプレスに非常に効いてきますね。このディフェンス能力、フォワードですけど、重要になってきます。で、この3人の並びの中ですけど、ポグバ一見、守備能力低くて、カンテの方が良さそうですけど、センター、誰がセンターやるか、
という問題になったときに、一番重要なのはロングパスですね。攻撃のときに非常にロングパスは多用するので、ここはもうパス能力で選んでいいと思います、センターは。ということで、この3人の中だと、ポグバが一番重要ですね。センターでいいと思います。あとは、シャビアロンソとかが、このアンカータイプになりますね。はい、アンカーというか、センターバックですね、この場合は。ゼロバックなので。はい。これ下げちゃうと、前も説明してましたが、ちょっとラインが下がりすぎちゃって、ここの空間ですね、スカスカになっちゃって、ゾーンプレスが機能しなくなります。よって、ゼロバック、064。この形。これが、もう最強のフォーメーション。このゲームにおけるフォーメーションということになると思います。フォワード、これ5人みたいなのもありますけど、これだとちょっとセンターフォワード被ることがあるので、センターフォワード2トップがベストだと思いますね。